動画をご覧になっていただきありがとうございますセールスマーケティングファームの米澤です今日の営業百科事典では社員数が少ない会社がそもそも多くてこれからもっともっと増えていきますということを書かせていただいていますえっと社員数一人の会社っていうのは2020年特に今年ですね副業をどんどん推進していくということでさらに増えてくるということが予想されています でそもそも、まあ、日本国内には小さいいい会社がが多いっていうのがあります日本全国でだいたい359万社ぐらい、えー、あるんですけれども、えー、そのうちの 85%305 万社が、えー、小規模企業というふうにそもそもなってますで小規模企業っていうのは、まあ、今日の,あの営業の百貨地点見ていただければと思うんですけれども、えー、とメーカーでいうと20人以下、えー、と商業まあ,あの卸ですね、えー、商社とかあるいはサービス業っていうところでいうと、えー、5人以下 といいううころを小規模企業というふうに呼んでますで厚生労働省もどん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 副業を推進したり、まあ、あの兼業を推進したりしてますので、えー、今年、まあ、またこれからどん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 そういった社員数の少ない会社っていうのが増えてくるっていうことが予想されてます。